川カレンです。はい、本日はですね、インスタのストーリーで募集した好きな人恋人にされて嬉しい行動についてお話ししていこうと思います。大好きな恋愛系の企画でございます。ごちそうさまです。本当に募集したところ何件来てるかわかんないんですけど、ぶわーっとたくさん送っていただいたので、その中からざっと20個くらい選んでお答えというか読んで反応していきたいと思います。まあ、最後の方にね、私のされて嬉しい行動なんかもちょっと喋ろうと思います。はい、じゃあやっていきます。なんか可愛い、みんなちょっと待って、読みきれない。こんなの LINE で告白しようとしたら俺からするものだって言って告白してくれた。話があるんだけどみたいなことを言ったら、いや俺からするもんだから好きだよって言ってくれるってことでしょ。やだ、え、やだ、いいな、羨ましい。そっか、でもなんか女の子からさ告白するっていうのもさ、分かんないけど、私的にはすごく珍しいパターンなんですよ。そこを女の子が頑張ろうみたいになった時に男らしく来てくれるのめっちゃいい。もっと好きになる。会いたいって言われたら普通に嬉しい。それはそう、私もそう、会いたいって言われたい。なんか私会いたいって言えないんですよ、好きな人とか彼氏さんに。私は会いたいけど、相手は今は会いたい気分じゃなかったらとか、実は予定があったらとか、友達に誘われてそれどっちを取るかってなった時に迷わせちゃったらどうしようとかめっちゃ考えちゃう、めんどくさい女子なので、会いたいって向こうから言ってくれたらいつ会うって聞けるじゃないですか。でも自分から会いたいってちょっと言えないので、会いたいって言ってください、全国の皆さん。道路歩いてる時さりげなく車側を歩いてくれる。え、これ私ずっと謎なんですけど、男性の皆さんってそういう教育を受けてらっしゃるんですか？ほとんどの方がさりげなくできるじゃないですか。車が来たら車道側に自分が行って危なくない方を譲ってくれるみたいな。そのエスコートって誰かに習ったんですか？子供のうちにお父さんが男は車側を歩くもんなんだぞとかっていう教えがあったんですか？それともなんか自然と大人になるにつれてできるようになるもんなんですか？何なんですか？どうして？なんか私男性に生まれ変わったとしてもできる自信ないですもん。だって話に夢中になってていつの間にか自分がその車側じゃない方にいても話に夢中になってたら絶対に譲れないし、すごいですね男性って。愛されてるなって感じることされたら全部嬉しい。愛されてるなって感じることって何？知りたいじゃん。そこまで愛されてるなって感じること、例えばじゃあ私がご飯を食べてます、食べてる時に視線を感じました、見上げたら彼が私を見ています、でニコってしてます、あ、彼はご飯食べてる私を愛おしく思ってくれてるんだな、愛されてるなとか、そういうことですか？わ、いいな、誰かとご飯食べたいな、家族以外と。好きな先輩からちゃん付けで呼ばれてたのに唐突に呼び捨てで呼ばれた時、まあ、これいい。なんか私結構男性からちゃん付けで呼ばれることの方が多くって、ちゃん付け以外で呼ぶ人いる？マネージャーさんくらい、ノムさんとハジジと、あ、でも今日好きで共演した男の子とかは呼び捨てか。でもそれ以外の方は結構ちゃん付けなので、呼び捨てされたらキュンとするかもしれないですね。え、でもどうなんだろう、私でも結構距離取っちゃうかもしれない、いきなり呼ばれたら。全然好意のない方からいきなり距離詰められたらちょっと引いちゃうかもしれない。身構えちゃう。あ、やだ、ちょっとこれいい。ちょっとその場を離れただけなのに、あれ丸々どこ行ったのって慌てて探してた時、これは男性側からの意見です。女の子ちょっと場所離れてみたらいいみたいですよ。違う、男性からの意見ってことは男性がどっかにちょっと行ってて戻ってきた時にどこ行ってたのってこう心配する素振りってことでしょ。かわいい、そんな女の子私も会いたい。え、これはかわいい。しかも絶対にそれ掴んで上目遣いですよ、こういう方が望んでるのは。絶対にそう、もうわかるもん。ハグ、ギュー、後頭部触られながら。後頭部触られながらどういうこと？あ、グッてギューする時も頭にこう手が添えてあるってこと？いやー、いいな。え、いいな、何それ。そんなテクニックがあるんですね。誰と話してても嫉妬してくれるんですって。え、これって嬉しいんだ男性からして。これ男性の意見なんですけど、私結構意外と嫉妬深くて、でも嫉妬してること言えないんですよ。でも言えない理由が相手に面倒くさがられたら嫌だなとか、そういう思いからなので、これでも相手から嫉妬してくれてるの嬉しいよって言われたら言いやすくなるかもしれないですね。他の男子と話していたらどこからか彼が来てさりげなく違うとこに連れて行かれたとこ。連れ去られたい。抜け駆けみたいなことでしょ。え、まるまるくんさ、その髪色めっちゃいいよねとか喋ってる時に、あっちにいいお店あったから行こう、あ、まるまるくんまたねみたいな。
いいな、キョウスキじゃん。キョウスキのツーショットがあるみたい。私のことを友達に話してもいいって、まだ彼女でもないのにわざわざ確認してくれたって。できた人ですね。え、そんなの言われたら意識しません？友達に紹介してくれるの？え、どういうあれで紹介してくれるんだろうね。結構ね、みんな急に呼び捨てされるのが嬉しいんですね。あと頭ポンポンとか。いや、頭ポンポンは好きな人からされたら嬉しいですよね。嬉しいっていうか、なんか照れちゃう。なんかポンポンされればされるほど縮んじゃう。情緒不安定で自分でも何が辛いか分からなくて涙が止まらない時、布団がばってかぶせて全力で笑わしに来てくれた時、今の旦那と付き合ってた時です。だって、いやー素敵。これをしたら結婚に行けるかもしれないですよ皆さん。辛い時に、うんうん辛いよねって話を聞いてくれる人もすごく素敵ですけど、全力でこう逆に笑わせに来てくれる人、明るい空気にしてくれる人も素敵だなー。いい旦那さんですね。お前しか考えてないって言われた時、こりゃ嬉しいよ。だって不安だもんね。私のことだけ見てくれてるのかなって。だってさ、彼女さんってさ、わかんない、周りの女の子がそうかわかんないけど、彼氏がいます、どんだけ大好きでどんだけ愛されてるって分かってても、周りに可愛い女の子とか、自分よりすごくスタイルが良くてとか、自分より何かを持ってる人に会った時って自信なくすじゃないですか。あんな可愛い子の方がきっと彼氏と似合ってるんだろうなとか絶対思っちゃうから、お前しか考えてないよって言われた時はもう結婚したくなりますね。結婚したい、そういう人と。肩トントン、肩トントン、あ、なんとかって呼ぶこのトントンですか。へー、でも確かに好きな人にされたら嬉しいかも。うわー過激だよ急に。ちょっと読みますね。キスしてて私がもう終わりにしようとして話そうとした時に、手で頭をグイッとされて、俺はまだキスしたいっていうのを表された時、キュンってしました。だって大人いいな、カロリー高っ。いいな、なんかそれをする彼氏さんも可愛いけど、ちゃんと察してくれる彼女さんも素敵ですよね。言葉で言わないってなんかずるいな。これされたい。知り合いと会った時に彼女ですって紹介してくれる、それはいいな。公認って感じ。本当にこの人は何も嘘偽りなく私と真正面から付き合ってくれてるんだなって安心する。何気ない報告をしてくれる、私これ結構好きかも。何気ない報告してくれるの。おはよう、今日何、今日は何、何、何、何があるのって聞かれて、私が何とかだよ、そっか、俺は今日はこれがあるよ、そうなんだね、今日がお互い頑張ろうね、お仕事終わったよ、なんか今休憩中だよみたいな、そういう連絡くれる人いいな。え、逐一私報告されたら結構嬉しいかも。なんか、でもしつこい連絡は嫌だけどか、なんかこまめな、適度な。難しい。おいでって言われたい、それで彼氏のとこ行ったら抱きしめてほしい、かっこ彼氏いない。わかる、私はこの人と全く同じ文章を思ってます。おいでって言われたいよね。なんかおいでって良くないですか。おいでっていいですよね。おいでって言われたいな。手広げて待っててほしいですね。よろしくお願いします。隣の席でずっと腕が当たってる時、学生さんかな、ずっと腕が当たってることってあります？私結構当たったらスッて引いちゃう。え、じゃあお互い別にさ意識し合ってるんじゃないですか、それって。あ、今当たってんなみたいな、当たってるけどなんか今引いたら嫌がってるみたいに思われちゃうかな。今ね当たってるドキドキするみたいな、なんかいいな、意識し合ってるじゃないですか絶対それ。全身鏡のところで写真を撮ろうって言った時にバックハグをしてくれること。なんでバックハグなんだろう。いいな。え、まあそっか、彼氏さんかな。いいな、バックハグだって一番好きかもしれない。嘘、2番目に好きかも。2番目に好き。安心しますよね、バックハグって。何なんですかね。いつも一人で行ってる夜景スポットに自分を連れてってくれた時、羨ましい。だって自分のさ、そういう一人の時間とかにさ、よく行く場所って絶対誰にも知られたくないじゃないですか。内緒にしたいし、自分が落ち着きたい時とか落ち込んだ時とかに行く場所だろうから、それを教えてくれるって結構本当に大切に思われてるんじゃないですか。自分のそういう内緒の秘密の場所とかを教えたいって思えるんですもんね。ちなみに私はですね、落ち込んだら水族館に行きます。休んだ次の日に大丈夫って聞かれた時、私これ結構キュンとする。あの、学生時代に好きだった男の子とか、小学校中学校の時、小学校中学校の時にちょっと熱なのか別の用事なのかで休んで学校行った時に、え、カレン昨日いなかったけど大丈夫なの、体調悪いの、あ、先生さんなんじゃないよって言ったら、よかった心配したんだよって言ってくれる人。心配したって言われただけで女の子はもう最高ですよ。ぜひ
一言プラスしてあげてください。バーカと笑いながら言って軽く頭ペシッと叩かれた時は顔が真っ赤になりそうでした。なんかいいな、そういう関係性。なんか好きな人に言われるバカって嬉しくないですか？わかります？他の人に言われたらはってちょっとかじってくるんですけど、なんか好きな人にちょっと笑いながらバカって言われるとちょっと嬉しい。で、あと2問くらいやって終わります。日常の中で他の人と喋ってる時と自分と喋ってる時の喋り方が違う時、これいい、めっちゃいい、これいいよ、これぜひみんなやってください。自分と喋ってる時だけ喋り方が優しいとか、逆にツンツンされるより逆に甘い方が嬉しいと思いますよ。自分にしか見えない一面が見れた時、女の子って多分独占欲湧く気がする。わかんないけど、友達に自慢してくれるだって、彼女のこと。まあ、これいいな、これいいな、いいね。だってさ、私がいる時に私のことを紹介してくれるのはなんかそりゃね、まあいるしってなるけど、本人のいないところで紹介してくれてたり自慢してくれてるのってなんか本当な気がしません？嘘偽りない褒めな気がしません？自慢な、そういうのをね、恥ずかしがらずにしてくれる人に出会いたいですね。いいなぁ、いいなぁしかやってない。なんか前回の動画に引き続き、で最後に皆さんに聞いてばっかもあれなので、私も言おう。私のされて嬉しい行動は、自分の使ってる香水をかけてほしい、帰り際とかに。だって私、あの世界で一番バイバイの瞬間が嫌いなんですよ。五右衛門のメンバーといてもそうだし、久しぶりに会った友達とかとの遊びの帰り道でもそうなんですけど、バイバイの瞬間が一番嫌なんですよ。でそうなった時に帰り際に自分の香水を私に振ってくれたら、もうその人の香りじゃないですか。自分はもうそれに包まれるじゃないですか。それはいいなって思いますので、皆さんぜひやってください。シャネルのチャンスつけてください。皆さん、間違えた、シャネルのブルーだ、シャネルのブルーつけてください。違う香水でもね、なんか自分の香水をつけてくれるのがいいです。ちょっとなんか寂しがってるのを察してくれるのくれてるのも伝わるし、若干独占欲があるのかなとも思うし、同じ匂いでそのまま本日は眠りにつけるわけじゃないですか。いいですよ、ぜひ将来の彼氏さん旦那さんよろしくお願いいたします。はい、ということで最後に私の変な話をしたところで、今回の動画は終わりたいと思います。インスタでたくさん募集してたくさん送ってくださったんですけど、全部はもちろん採用できなくって、送ってくださった皆さんありがとうございました。ではまたこういう企画をできたらなと思いますので、その際はまた参加していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。